カイザーロールはオーストリア発祥のロールパン。制白小麦粉、イースト、牛乳、水、油脂、塩から作られ、上面が5つある断片様の対照的な模様に分けられている。これは型を使用して中央から外側へ向かい表面に放射状の曲がった切れ込みを入れたり、一続きの生地を重ねて、 王冠状に折りたたんだりすることにより形成されたものである。硬い生地で覆われたロールパンであるハードロールに分類される。カリッとしたカイザーロールはオーストリアのオお臨床により正式に認可された伝統的なオーストリア料理である。ゼンメルはオーストリアとドイツのバイエルン州であらゆる種類のロールパンに共通に使われる名であり、ドイツ北部やドイツ西部では代わりに、 ブレート編が用いられる。1760年頃のマリア・テレジアの宮廷宴会でのカイザーロール、マルティン・ファンマイ・テンスの絵画からの切り抜き。カイザーロールの起源は判明していないが、1750年頃には現在のような形状のパンが存在していた。カイザー・ゼンメルの名称の起源には諸説あり、パン屋の同業組合が1789年に、 皇帝ヨーゼフ2世に代表を派遣し、18世紀、当時ハプスブルク君四国の法律により定められていた、販売価格の管理統制を撤廃するよう説得した後のことであるとする説、19世紀のフランツヨーゼフ1世による、食品、飲料に対するカイザーの付与によるものであるとする説、イタリア語エーラカーサに由来するとする説などがある。19世紀には、貧しい人々は、 カイザーロールの代わりにムントゼンメルやシュスターラバールンを消費していた。カイザーロールは伝統的にはオーストリアで見られるが、もともとオーストリアハプスブルク帝国であった他の国々、例えばポーランド、クロアチア、セルビア、スロベニア、イタリア、ハンガリー、チェコなどでもドイツ、アメリカ合衆国、カナダと同様に人気を博した。イタリアのパン屋は、 ロンバルド・ベネト王国でのオーストリア人による統治の間にロゼッタやミケッタとして知られる中身が空洞になっている派生形を生み出した。ハンド・ゼンメル・ビーフ・オンベック・サンドイッチ手製のカイザー・ロールはオーストリア食品企画によるとビーナー・カイザー・ゼンメルともとして知られる。大きさ、使われる小麦粉の種類、トッピングが異なった一般的なロールパンの足したような派生形が存在している。 伝統的には何も乗せないが、今日のカイザースタイルのロールパンは、ケシの実、ゴマ、ペピータ、アマの種、ひまわりの種を乗せるものも見られる。カイザーロールは、典型的なオーストリアの朝食の主要な一部分であり、普通はバターとジャムと共に出される。しばしば、アメリカでは、ハンバーガーのような大衆的なサンドイッチのための、また、ドイツでは、 レバー系ゼのスライスを挟むためのバンズとして使われる。また、スライスしたエクストラブルストとピクルスが使われたサンドイッチやビーナーシュニッツェルの一種が使われたサンドイッチもある。カマルベック、時折キンメルベックともカマルベックとも発音され、オーストリア語のカマルベカールに由来する。と呼ばれる派生料理は、上部にコーシャソルトとキャラウェイが添えられており、アメリカでは、 バッファロー地域の名物料理であるビーフオン、ウェックというサンドイッチに必要不可欠な要素である。いずれの場合でもカイザーロールを手で割ったり直接かじるのではなく横からナイフを入れて上下に切り分ける方法が一般的である。日本のハンバーガーチェーンのロッテリアはカイザーロールで具を挟んだカイザーサンドを販売していた。ありがとうございます。